橋本駅は、神奈川県相模原市緑区橋本6丁目及び、道2丁目にある、東日本両角鉄道、京王電鉄の駅である。東駅及び、東駅周辺は、相模原市北部の交通、商業の拠点地域としての役割を持つ。JR 東日本の横浜線と相模線、京王電鉄の相模原線の2車3路線が乗り入れ、 相互間の接続駅となっている。京王電鉄は、京王相模原管区所属。駅番号は、JR 東日本横浜線が、JH28、京王電鉄相模原線が545。JR 東日本の駅は、横浜線を所属線としている。また相模線は、当駅が終点であるが、一部時間帯の、列車は、 横浜線八王子方面へ直通する。東海旅客鉄道による、リニア中央新幹線の駅が併設される予定である。江戸時代に、橋本付近を流れる境川に架かる、両国橋一帯のことを、橋本塾と呼んだことから、橋本となる。三面五線のホームを持つ、地上駅で、橋上駅舎を有している。一から三番線を、横浜線。 4.5番線を相模線が使用している。ただし、直通運転の関係上、茅ヶ崎方面からの八王事業の列車は5番線から発車する。1番線が単式ホーム、2.3番線、4.5番線は島式ホームである。ホームの相模原、南橋本寄りにもう一方の連絡通路があり、エスカレーターとエレベーターが設置されている。 直営駅であり、管理駅として、相模原駅、淵延駅間、相模線の南橋本駅、愛部大貨駅間の各駅を管理している。乗り場北口側を一番線として、以下の通りである。駅構内設備、京王電鉄の駅で唯一、相模原市に所在する。島式ホーム1面2線を有する高架駅。ホームが3階、改札及び、 JR 線乗り場への連絡通路が2階となる。エスカレーターとエレベーターが設置されている。ホーム部分の屋根は側壁により指示されているため、ホーム上に柱はない。乗り場駅構内設備構内ではないが JR 北口方面への通路に次のような施設がある JR 東日本、京王電鉄を合わせた利用者数は約23万人であり。 相模大野駅を抑えて、市内で最も利用者数が多い。各年度の1日平均乗降人員推移は、下表の通り。各年度の1日平均乗車人員推移は、下表の通り。東京と大阪市の間を、ほぼ直線で結んだ建設ルートが予定される、リニア中央新幹線は、神奈川県相模原市付近を通過することが、想定されており、 橋本駅が建設候補地となっている。2012年2月に神奈川県が橋本駅をリニア中央新幹線中間停車駅とするよう JR 東海側に要請する方向で調整が進んでいることを明らかにした。駅前の旧神奈川県立愛原高等学校の敷地が駅建設予定地となっている。 島式ホーム2面4線と名古屋方に渡り線が設けられる予定である。なお、橋本駅は県の北のゲートとしての構想から、相模線の伏線か、倉見駅への東海道新幹線新駅設置とともに、検討が行われている。また、橋本駅以外にも在日米軍相模総合補給省の一部変換が予定される相模原駅などは、 小田急電鉄多摩線の延伸とともに、リニア中央新幹線の誘致も求める声があった。ただし、相模原駅となると、米軍補給省の真下を横断することとなり、安全保障上の観点から、米軍の同意を取り付けることは非現実的であるという、見方もあり、立ち消えとなっている。神奈川県の北の入り口と位置づけられ、県や市、民間が主体となった。 再開発が進む。また、中心市街地活性化法では、相模原市の第一の都市核として認定されている。相模原市南部の中心地である相模大野に対する、北部の交通、商業の中心地として機能している。駅の北口付近には超高層マンションが立ち並び、建設ラッシュが続く。当駅を核とした市街地域や住宅地域は、 北部へ境川を越えて西部に拠点のない町田島で広がっている。駅北方は以前からの住宅街である。駅の西、かつての国鉄車両センター跡地にも超高層マンションやハイテクパーク、港南、東急ストア、橋本郵便局、相模原北警察署が完成している。駅の南西部は比較的新しく開発された住宅地が 救い方面へ広がっている。かつての大仙街道である、旧国道16号線沿いには、宿場町のイメージが残る。旧愛原高校の南には、工場地帯が広がる。南口南東部の大工場地帯は、当駅付近が首都圏都市再生特別法に指定されたことを受けて、超高層マンションや大型ショッピングセンターありを、橋本、電気メーカー研究所、 接着剤メーカーなどが進出、または進出する予定である。北口には、再開発の際にペデストリアンデッキが設けられ、その下は、バスターミナルタクシー乗り場になっている。このペデストリアンデッキから直接、ミウイ、イオン橋本店及び、飲食店等の入った、ビル、味の食材館は、仕事に行くことができる。北口、南口双方のバスロータリーに、 一般路線バスが乗り入れており、神奈川中央交通、神奈川中央交通東、神奈川中央交通西と、県央バスにより運行されている。その他、南口バスロータリーには高速バス、空港リムジンバスも乗り入れている。一般路線バス高速バス、空港リムジンバス注釈、出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。